おはようございます、ブヒテンです。なんか変だな、カメラの位置が合わない本日は火曜日でございますね。昨日までの連休をゆっくり、過ごさせていただきました。ああいう時間もいいよねまあそれにしてもさ、今日さ暑いんですよ暑い朝から、まあすげえいい天気になったり曇ったりなんだけど、めちゃめちゃ暑くてさ、暑くなったり寒くなったりね、もう困っちゃうよ。もうずっと寒いままでいてくんねえから、昨日なんか寒かったからね、ウォーキングしててさ、途中で凍えて遭難しそうになったもんで、ちょっと避難所で体を温めてましたもんねまあ暑くてももう革ジャン脱ぎませんけどね、そんな感じでですね、本日はちょっとエルカミちゃんの作業をねやっていこうかと思います。もう完全乾燥も済んだと思うのでね。あ、ちなみに今日の革ジャンはショットの618でございます。この618は618のこのね、色の剥げ方もね、いいっすよね。うん、かっこいい。昔のショットってここにポッケついてんだよね。意外にこれが便利なんだ。あ、最近の他の革ジャン、ショットの革ジャンどうなんだろう。最近のほらショットの革ジャンって僕217しか持ってないんでちょっとわかんないんですけど、217はここのポッケがないんですよ、あ、そうか、ショットもいろいろ変わってるんだななんて思ったけど、他のやつはどうなのかな。昔みたいにこうやってあれなんですかね、ポッケついてるのかな。うん、おー、いかんいかん。そんな感じでね、本日も、またつまんない動画になると思いますけど、皆様最後までご視聴よろしくお願いします。さてと、変に頑張らないで地味に頑張っていきましょう。さてそれではね、ツヤを入れていくんですが、その前にねもう一回ちょっとお掃除してね、ゴミとかまだあるでしょうか。うん、多分ねごまかせたと思うんだよ、全部ごまかせたと思うんだ。これでもうない、もうないと思うよ。うん、穴もすべて埋まったし、へこみもなくなったし、うん、ここぐらいまででいいかなと思うのよね。ちょっとお掃除してから待っててください。あれ、このモールも交換なんだよな、そういや。外すだけ外しちゃいますか、今のうちに。その方が楽だな、きっと。だってこれ排気になるんだもんね。これもリベットだけで外れんのかな。もうちょっとやつを揉んでみましょう。
ネジの場所を覚えとかないとならないのでこれね、腰痛い。これ取んないと触れないじゃん。ちょっとねこれ何のためについてるの。あーもう腰超痛いんだけど。うわすっげー長い。長くなくてもいいと思うんだけど。そしてバカになってる。あ、これの押さえなのか。これでくっついてるのね。これの。これだけで良くないか。基本だけで、ここだけでダメなんだろうな。まあいいや、ちょっとほら、ここに1個ある。この端の端にここに記念撮影。よし取れた。両端のこの部分だけネジがあったんですけど、これ多分全部っていうか4箇所ぐらいそういうのがあるんだね多分ね。ここカットしてあるでしょう。クリップがはまるところは4箇所あるんだね。でここがなくなっちゃってたからこのリベットで止めてたってことですね。はい、わかりました。どうしよう、これくっつけて塗装しないとなんだけど、ここのやつはバラさないとはまらないじゃんね。先につけてから組み立てて色を塗るって本当はやるのが一番いいんだけど、ちょっとこの状態で一回組んで、で色塗ったらバラして、モールつけるときにチリ合わせとかもあるから、まあまあ芸根とかだからチリもくそもないような気もするけど、まあ、若干ねそういうのもあるので、うん。あ、すいません、こいつを今つけようとしたんですけど、うん、ネジを交換しようかなと思ったらそのネジがなくて今ちょっと手に入れてきました。はい、蓋しました。じゃあお掃除していきます。はい、お掃除が済みました。今お掃除したらちょっとちらっと知り合いが来て。ちょっとね、あの車好きな、あのアメ車好きな人とかお客さんとかではないので本当に単なる知り合い。、うん、で、今そこにドスワっていろいろ喋ってたけど、そういう時はちょっとね、まあ分かっていらっしゃるんだけど、ちょっと今手止められないからごめんねって言いながらね、話したいこと話すだけ話してじゃあって帰ってったけど。本当ね、そういう人もいるのよ。うん、ね、何にも関係、友達とかでもないんだけど単なる知り合いでね、チラッと寄ってってさ、わけわかんない。まあ俺も暇だったらねバカっぱなしにしながらね付き合うんだけど、ちょっと今ねやっとかなきゃなんないのでね、明日病院だもんでね、進めれるだけ進めときたいので。本当ね、申し訳ないけど、うん、じゃあちょっとねやってきます。はい、今ミノムシにしております。ちょっと待ってね、まあここだけなんで、ベッドのここだけなんで大丈夫かなとかも思ってたんだけど、よく考えたら要するにね、車1台のほぼ半分を塗装するってことなので、一応ちょっとねミノムシにしますよ。でジョコさんを外出してで塗ろう。
まあオーナー様のお言葉をちょっとね何回も思い出すと、ツヤがとりあえずホームセンターで缶スプレー買ってきてシューって塗るとツヤがあるでしょうと、それぐらいで構わないのでっていう感じだったんですよ。でもへこみとか穴が開いてるのは嫌なんでっていうのだったんですけど、まあね、それを聞くとね、ああほいじゃ あ軽く塗っときゃいいんだみたいな感じには思うんだけど、結局さ軽いツヤでいいよって言われても、そ逆にね、少しだけツヤ出すの方が難しいよね。うん、逆に考えるとね。なんでまあ全体的にツヤがあるようには塗るけど、結局クリアも塗ったとしてもこんなボコボコのやつを磨けないじゃんね。いや磨けんのかもしんないよ、厚めに塗ってさね、ほんで平らにすればさあれかもしんないけど、これだったら別にわざわざこれでねやる必要もないので、なんでそこまでこだわらないで塗っていいよっていう解釈でちょっと進めてるんですけど私。うん、とりあえずツヤが入ってればいいやみたいな感じでね。こういうのって難しいんですよ。ツヤ消しの塗装とかもね、あそこに塗料とかあるけど、そうツヤ消し一つでもさ、人によってツヤの消え方がさ違ったりするもんでね。でも結構一括りにさまあ、ツヤがある塗装でもそうだよね、うん、軽くペロンって塗っといてくれればいいからさとかっていうのをよく聞くでしょ。でその軽くペロンって塗るのってどこまでの軽くでいいんだよとかね、結局そういう風になっちゃうのよね。難しい話ですけどこういうのもなんでまあ今回この荷台に関してはね、そこまでの召喚みたいなすごいクオリティを求めてるわけではないのでね、ただこのチップコートが乾燥するとツヤがなくなるじゃないですか、それは当たり前だと思うんだけど、うん、それよりもちょっとはツヤがあるぐらいにしたいっていう。だから最初ね言われた通りホームセンターで缶スプレー買ってきて缶スプレーでやっちゃおうかなとかも思ってたんだけど、それはそれでさ、この面積を缶スプレーでねでね、缶スプレー何本使うんだって話になっちゃうからまあそんな感じでね進めております。とりあえず身の虫状態にだけはしちゃおう、今日中に。ちょっと待ってて、はい、おう、身の虫状態にしました。まあね、一応巻いといた。よし、ちょっと5時になっちゃったんでくーちゃん散歩に行ってきます。塗装は、明日明後日、明日ね僕自分の病院なんですよ。で帰ってきてからちょっと一回親父んとこ行って、で明後日は塗るのは多分ね明後日ぐらい、明日はちょっとね自分の病院なんで帰ってきてからやるか。